瀬空、今年で18歳になります。今日は久々の年明け初めてのファクトリーさんでのライブということで、とっても緊張してて、心臓がバクバクで、歌も最初から激しいやつなのでちょっと心拍数が一気に上がってしまいました。低血圧なのでね、ちょっと辛いんですけれどもでは次の曲に行きたいと思います。久しぶりにオリジナル曲をいただきまして、下沢さんが歌詞と音楽作ってくれたんですけど、こちらもアップテンポな曲で乗れると思うので、皆さんよかったら乗りながら聴いていただけたらなと思います。では聴いてください。レッドクロスです。
とうございます。今歌った曲は中島美嘉さんの雪の花という曲でした。とこの曲がもっともっと大好きになったのは、韓国ドラマが大好きなんですけど、とごめん愛してるっていう韓国ドラマがあるんですね。そのドラマにこの歌が使われていて、わーすごくいい歌だなと思って、韓国語だけどすごく伝わってくるなと思って、これを中島美嘉さんバージョンで歌いたいなと思って今回練習してきました。でこれからもうちょっと歌い込んで、もっと上手に歌えるように頑張ろうと思います。と次の歌はまたまた新曲なんですが、これがですね、歌詞がなんと私のおばあちゃんが書きました。作詞しまして、曲はスタッフさんの下沢さんなんですけれども、とすごくまだちょっと高校生なんでわからない部分もあるんですけど、ちょっとずつ理解して歌っていきたいなと思うので、と初めて今日ここで披露するので、と聞いてください。セパレーションです。
とうございます。新曲のセパレーションでした。ここで告知をしたいと思います。2月22日土曜日に小樽ゴールドストーンというところがあるんですけど、そちらで歌うことになりました。今日もそこのチケットを一応持ってきてるんですが、大人の方は1500円で、高校生以下は500円からとなっております。なるほど。その日に、同じ日にですね、撮影会もやることになりまして、そうなんです。そちらのパンフレットみたいなのも先ほど預かりましたので、興味のある方は来てくださいということです。それともう一つ、今歌ったセパレーションという曲を、この間レコーディングしましたので、今日そちらの方に持ってきているので、よかったら興味のある人見に来てください。ということで、最後の曲はおなじみの知ってる方がたくさんいると思いますが、ひとしずくを歌います。聴いてください。It's like a land, like a dawn, 一粒落ちて、あの日の涙に変わる、ひとしずく。
います。これでノストラックのネタライブ終わります。この後そちらの方に物販を置いてありますので、みつみちゃんも一緒に来るので、ぜひよかったら寄っていただけたらなと思います。今日はありがとうございました。